いい景色ですね。今回はですね、農業体験にやってまいりました。そんなことないです。本当にいいところにやってまいりました。この田んぼの横にスタジアムがあるんです。今回こちらに来ました。こちらです。トリキンバードスタジアム、ありがとうございます。私初めてやってまいりましたけども、岡野 GM にちょっと平ちゃん来てよと言われましたんで、そりゃ行かなあかんでしょうということでやってまいりました。じゃあちょっと頑張っていろいろ手伝ってみたいなと思うんですけど、まずはちょっと岡野 GM をまず探しに行きましょう。野人やからな、走ってるかもしれんな。さあスタジアムの中に入ってきましたけど、まだ試合前なんですけど、すいません、あ、こんにちは。すいません、わざわざ、いえいえいえ、呼んでしまいまして、来ていただいてありがとうございます。僕このスタジアム来たことなかったんで、ちょっと嬉しかったです。どうですかこのサッカー専用スタジアム。いやいや、いいですよ、コンパクトで見やすいですよね。あの中四国には唯一鳥取しかないので。なるほど、はい、いいですね。今日はいろいろ手伝っていただけるということで、よろしくお願いします。もしじゃあ何でも言ってください、僕のできる限りは頑張りますので、はい、じゃあよろしくお願いします。試合前1時間前ぐらいなんですけども、ガイナマン体操というのがあるそうで、そこに僕が参加することになりました。ガイナマンよろしくお願いいたします。ちょっと簡単でいいんですけども、どんな感じのものかちょっと教えていただいていいですか。お願いします。2,3,4 幅がでかいんだよ、持つかな。1番だけやと思ってました。2番だ。あ、こっち来た。こっち来た。3番だよ。1番だけやと思ってたら3番まであって見た目以上に結構ヘトヘトですけど、ちょっと次の仕事ありますので次の仕事行きましょう。あのですね、私がずっとやってるプロジェクトがあるんですけど、はい、プロジェクト、はい、野人と漁師のツートップという、もともとはですねストライカーを取りたいというか話からありまして、はいはい、でまあ、あの相模原さんとですね、はい、お願いというか営業に行った時に、はい、いや支援はできないけど、うん、お魚は捨てるぐらいあるんだよねっていうところから始まりまして、はい、でまあ、ちょっとふるさと納税じゃないですけど真似させていただいて、最初はまあカニとか一口5000円で美味しいものを送らせていただいた後に取った選手がフェルナンジーニョだったんですよ、はい、じゃあこれをなんか申し込むと、はいはい、これがいただけて、はいね、なおかつガイナーレさんにいくらか入るっていう、はいはい、いかがですか、ツートッププロジェクト、いかがですか。お魚いかがでしょうか。魚屋さんではありませんけども、ちょっとどうですか。やりましょう。あ、おめでとう。あ、嬉しい。ちょっとね、はい、どれも美味しいですけどね、はい、最強漬けがね、最強に美味しいんですよ。最強漬けだけに。本当に。野人と漁師のツートッププロジェクトいかがですか。新鮮なお魚が食べれますけどもいかがですか。選手獲得したいんですけどいかがでしょうか。